どうも皆さんこんにちは。今日は2022年の7月の31日日曜日ですね。本日で7月の終わりということになります。1年のうちの半分以上がね過ぎてしまったわけでございますね。あとですね、5ヶ月、今年も5ヶ月ということですね。ちょっとね早いかもしれませんけれども、ちょっとねそんな感じでございます。飛騨7号は昨日の飛騨3号で、飛騨3号編成については、3号車、4号車、ちょっとね、組み替えられております。はい、こちらですね。3号車、4号車の組み替えという形です。で、南紀1号の編成でございますね。南紀1号の編成、3両編成でございます。ただ、7号になるときには、あれですね、2両編成という形になっておりますので、またですね、2両編成、オール2両が続くような形になっていくのかというところでございますね。ただ、今、夏休み、8月ね、明日から8月でございますので、そのあたりがどうなっていくかというのは、またちょっと見ていきたいなと思っております。さあ、今ですね稼働している鹿バンパー付き編成のですね85の10が来ましたね。85の8はですね先ほど車両区で確認した通りあそこにね、ちょっと、まあ、休んでおりますので、ね、85の10が鹿バンパー付きちょっとこちらが稼働しております。はい、南紀1号の編成ですね。1号車自由席ですね。2号車の指定席に1109がついておりましてね。はい、この3号車、985の市場については、南紀7号の時点では、連結からね、離されて、解決されておりますというような形でございますね。はい、3両編成でございますね。はい、帰りの名古屋車両区を見ていきましょう。はい、まだね、985系の方がちょっと多い感じがね、しておりますが、至る所に、あれですね、H15 これで、本来であれば B1 から B6 の編成なんですが、今日はね、サイズの 2300×2 の、ね変速編成という形でダイソーでございますね。そんな形でございます。さあ動画終了でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録もあった方はぜひともしていただけると助かりますのでよろしくお願いいたします。はい、じゃあね戻っていきますので皆さんご視聴ください。それではまた会いましょう。さよなら。